い、マツコ TV でーす。はい、皆さん、今日はですね、ダダーン、こちら、缶詰醤油ラーメンを食べてみたいと思います。まあ、自動販売機にね、売ってるのを見たことがある人もいるかもしれませんが、はい、これね、実は賞味期限切れてます。保存食としてね、数年前に、買ったんですけど、はい、この通り、実はね、賞味期限が切れちゃってまーす。2015年の8月2日になってますね、賞味期限ね。保存食ってね、結構賞味期限切れちゃったりね、することはあると思うんですけど、こういうね、缶は作る工程で消毒殺菌をしているらしいので、基本的には賞味期限が切れたからといって食べれないものではないらしいんです。まあ、賞味期限ね、1年ぐらい切れちゃったけど、どれほど美味しく食べられるのかなと思って、今日は、こちらのね、缶詰醤油ラーメンを食べてみたいと思います。一回ね、この缶詰ラーメンを動画撮ったことあるんですよね。自動販売機で買ったやつ。ということで、こちらが缶詰ラーメンです。九州門鹿児島風黒豚横丁醤油ラーメン。こんにゃく麺使用ということで、やっぱりあれでしょうね。こんにゃくだから持つんでしょうね。はい。ではちょっと開けてみまーす。まあ、賞味期限切れてても、缶の状態綺麗ですからね。大丈夫。もし缶が錆びてたり、ね、ポコポコするようだったら、ちょっと危険かもしれないらしいんで、そういう場合はね、やめた方がいいらしいですよ。では開けてみましょう。いこう。おー。うわ、匂いがすごく強いですね。はい。これちゃんとお皿にね、開けてみたいと思うんですが。よいしょ、ちょ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 。おー、すげえ、なんか黒いっすね。中にさ、ほら、なんか溜まってる。黒いな、これ。ほら、中によく振ってから食べた方が良さそうだな、これは。ちょっとこれ、レンチンしてみましょうか。はい、ということでね、レンチンしてきました。レンチンしたらね、ちょっと美味しそうになりましたね。というのもですね、この缶の中の下に溜まってた、この、なんて言うんですかね、この白いもの、これね、油だったみたいで、これがね、しっかりと溶けて、なんか、レンチンすると、より美味しそうな感じですね。まあ、匂いとかは全然大丈夫ですし、ではね、実際に食べてみたいと思います。では、缶詰ラーメンいただきまーす。うん。普通にうまい。まあ、賞味期限はね、切れてますけど、全然こう、何にも違和感ないですね。美味しい。以前ね、自動販売機で食べた時と違って、今日レンチンしてるんで、美味しい、本当に。やっぱりね、この油がしっかりこのスープに溶けてるんで、美味しく食べれるっていう感じですね。じゃあ、この黒豚いただきましょうか。うめえ！はい。で、味はと言いますと、かなりね、しっかりしてる醤油のこのスープがね、結構濃厚です。で、どうしてもね、麺がこんにゃくなんで、普通のね、麺よりも、こう、柔らかい。噛み応えがない。ない感じがしますけど、でも、全然ラーメンとして食べれますし、以前食べた時よりも、やっぱ今日温めたことによって美味しかったんで、すごい新たな発見でした。はい、ということで今日はこちら、賞味期限の切れた缶詰ラーメン食べてみました。ね。賞味期限が切れてても美味しく食べれましたね。でも、本当は、こういう保存食的なものは、賞味期限が切れる前に買えるのがいいと思うんで、ぜひね、皆さんもね、もし、こういう保存食家にあったら、賞味期限ちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。美味しかったです。以上、マツオ TV でした。バイバーイ。